バリー・ブキャナンはアメリカ合衆国のプロレスラー。ケンタッキー州、エディビル出身。ブキャナンやブル・ブキャナンなどのリングネームで知られる。1995年、ジョージア州北部のインディー団体、NCW でデビュー。その後、ジム・コルネットが主催するノックスビルの SMW に参戦し、ザパニッシャーのリングネームでコルネットのボディーガード役を務めた。同時期、 SMW は WWF と提携関係にあったため、1996年の SMW 閉鎖後は WWF とデベロップメント契約を結び、同じく WWF の提携団体だったメンフィスのアスアでキャリアを積んだ。アスアではリーコンと名乗り、軍人ギミックの超大型ユニットトゥルースコミッションに加入、インテロゲーターと組んで、 明日は世界タッグ王座を3回にわたってダッシュした。1997年6月末より、トゥルースコミッションとして WWF に参戦。スナイパーを加えたトリオのユニットとして、リー・ジョン・オブ・ドゥームラと対戦するがブレイクには至らず、ブキャナンは、ファーム団体予ビューで再調整することになった。2000年3月、ブル・ブキャナンの名前で、ビッグ・ボスマンのパートナーとして WWF に復帰。 ボスマンの監修時代の仲間という設定のもと、黒ずくめのスワットスタイルとなり、ボスマンと共に、ミスター・マクマホンの用心棒を務めた。タック戦線にも進出し、アパやハーディーボーイズとも抗争を行うが、6月に早くも仲間割れを起こしてチームは解散。翌7月より、スティーブン・リチャーズ率いる自主検閲同盟 RTC のメンバーとして登場。 白シャツにネクタイ、黒いスラックス姿で戦い、WWF タック王座を獲得するなど、トップ戦線で活躍した。2001年の RTC 解散後は再び二軍に降格。その後、2002年末に B にと名前を改めジョンシナと共に行動するも、短期間で解雇された。その後、高見一ノくの誘いで、最強外国人軍団ロー &D のメンバーに、 なり全日本プロレスで活躍。リコ・コンスタンティノの引退により返上したアジアタック王座を再度狙い、2005年9月22日の寄付大会でディーロ・ブラウンと組んで挑戦した。2006年のチャンピオンカーニバルでは武藤刑事に勝利。しかし、同年9月17日のロー &DVS ブルドゥ・マーダーズ敗者チーム解散マッチにおいてディーロと共にタカとケアを裏切り、 ブルーマーダーズに加入。2007年には、高道のくが、プロレスリングノアで、ロー &D を再結成し、ノアに、主戦場を移した。来日当初は、花がないせいか、影に隠れていたが、ブルーザーブロディを彷彿させるようなシャウトや、フードを脱ぐと表編しクレイジーになる二重人格、世界一の握力から放つアイアンボムというギミックを、手に入れてから一気にブレイクした。近年は、 ジョージア州のシュカップリングウィズを拠点としたインディ団体に出場。2011年11月にはジョンシナゆかりの人物として B2 名機で WWE の RAW にゲスト出演した。高道の国よれば2013年1月の時点では長距離ドライバーを兼務しながらプロレスも継続しているとのことであった。2014年11月23日 ジョージア州デ電でディーロ・ブラウンとタッグを組んで引退試合を行った。引退後はジョージア州で副保安官を務めている。ありがとうございます。